取り戻してきたようですのでね、そろそろ画像の方でも配信できるかと思います。はい、それではヨヘイ、先週1週間どうでしたか？何か変わりありましたか？How was the week in or how was the last week? 運動会。あ、ヨヘイもう一回マイクのスイッチ入れていこう。はい、運動会があった。あ、運動会があったの、うん、運動会は How do you say 運動会 in English? Sports day? Sports day or school sports festival? うん、うん、はい、どうでしたか？うん、疲れた。はい、おじさんじゃないんだからね。OK、うん、はい、どういったことをしたの？アミックスのスポーツ5年生は、うん、最初組体操して、うん、でその次リレーやった。リレーをしたんだ、うん、なるほど。組体操とリレーをしたと、うん、いうことですけど、はい、ヨヘイの一番思い出に残る運動会は多分今年かな、うん、あ、そう、うん、ほんと組体操で結構転んだりしたから、うん、練習でってことは楽しかったんじゃないの？まあそうじゃない。だったらよかったです。はい、 OK。 あとね、はい、ヨヘイの、まあ、運動会の様子を話を聞きましたけれども、さあリスナーの皆さんはいかがお過ごしでしたでしょうか。また、はい、あ、ユースリームちょうど復活しましたね。はい、ちょうどヨヘイとまたヒロトからね、後ほど曲の後に英検の結果をちょっと聞いてみたいと思います。ヨヘイからハーッという響きが聞こえましたけれども、さあどういった結果だったんでしょうかということも楽しみですね。はい、2人も英語の番組しながらまた勉強している意味があるんですけれども、さあリサの皆さんもね、今回挑戦した方がいますでしょうか。はい、ではでは、ここでスポンサーさんの紹介をしていきたいと思います。ユーストリームご覧の皆さんはぜひ画像の方で、スポンサーの、画像の方で紹介をしておりますので、ご覧ください。それでは、この番組は有限会社ケイテル沖縄、ソフトバンクネーブル嘉手納店中野町店、株式会社メガネ21ハイバル店、au ショップネーブル嘉手納店茶壇美山店、有限会社丸内樹木、寿司海産物石松、朝日建設株式会社、サロンドモア美容室、学校法人知性学園琉球リハビリテーションの提供、 FM ニライト沖縄半蔵 NPO の協力でお送りしております。はい、それではですね、リスナーの皆さん、今日はですね、デイリーカンバセーション最初のコーナーでは、うちのニュースのコーナーですね、そして2つ目のコーナーでデイリーカンバセーションを予定しております。今日のカンバセーションは、What were you doing for Father's Day? はい、父の日何をしましたかということで、置いているんですが、また慰霊の日についてもですね、平和をターゲット、テーマにまた行っていきますのでお楽しみに。はい、ということで、まず、曲に入る前に一つ情報の方をお伝えいたします。はい、こちら、戦後復興の地うるま市、その時人々は立ち上がったというですね、タイトルがありまして、5月の15日も先月から6月28日の日曜日ですね、今週の日曜日までとなっておりますが、こちら、うるま市でのですね、歴史民俗資料館の方で、戦後復興の地うるま市のですね、この戦後の町並みといいますか、そういったものを、こちらは資料館の方で写真の方の展示と、また芝居の方が行われるそうです。はい、プレイベントで、こちら6月23日の火曜日、明日の午後2時からですね、約1時間半、はい、日笠石川歴史民俗資料館公演ということで、はい、3人の芝居する方がですね、行うそうですよ。また民謡のですね、はい、漢方のクエヌクサーとか一人芝居のね、ものがあったりとかありますので、ぜひぜひ6月23日明日うるま市近く、ね、立ち寄れる機会が、ね、ありましたら、こちらうるま市の石川歴史民俗資料館の方まで、足をお運びいただけたらなと思っております。
ちなみに、こちらのですね、資料館の方は休館日が月曜日ですね、毎週月曜日と6月24日が今回はお休みなのかな、それが月曜日となっているそうですので、機会がある方はぜひ行ってみてはいかがでしょうか。はいはい、それではさてはということで、ここでじゃあ1曲お送りしていきましょう。その後に今日はうちなニュースのコーナーですね、盲目なんですけど、女の子が、まあ、民謡のですね、この三線にすごく興味を持って披露するということで、記事の方を取り上げておりますので、それは英語の方でね、後ほどお送りしていければなと思っております。はい、それではここで1曲なんですが、 USA for Africa We are the world ということで、マイケル・ジャクソンのですね、有名な曲ですが、はい、こちらの選曲しました。途中でですね、ちょっと霧のいいところで終わりたいと思うんですが、こちらのお聴きください。 We are the world。 はい、それではどうぞ。
はい、それではですね、バックの曲では、We Are The World をお送りしました。はい、USA for Africa ということで、We Are The World、 さまざまなですね、アーティストの方が、この曲を、カバーしているんですけれども、この曲、おとと1985年ですね、今から何年前かな、1985年、ちょっと30年前ですかね、うん、に、30年前に、さまざまなアーティストが集結し完成させた歌となっているんですけれども、はい、もともとはこのアフリカのですね、貧困層を解放する目的で作られたキャンペーンソングで、ヨエもよく聞いたことあるんじゃないかな、この曲は、うん、なんとですね、この曲の全ての印税はチャリティへと寄付されているんですね、うん、はい、ということで、まあ、また We Are The World、 またこの、東部のですね、この大地震が起きた時にもまたこれリニューアルされて、またそのチャリティーへとまたつながったということで、この曲の歌詞をですね、また皆さん学ぶと、すごくさまざまな人たちに手を貸してね、僕たちが世の中を作っていくんだと、みんなで一緒に明日のまた地球のことを考えていこうじゃないかと、なぜなら僕たちは地球人なんだからみたいなね、そういうまあ平和な象徴する歌でもありますが、はい、ということで今日最初のオープニングではこの曲を選曲しました。はい、ということでね、まあ人の命ということをすごく考えさせられますけど、今日も僕ちょっと国別式の方に参加をしてきてですね、すごく人の命ってとても大切なんだなっていうのを考える、きっかけになりましたが、また明日もね、慰霊の日ということですので、さまざまなところでさまざまな思いがあると思うんですが、陽平はどうですか、この慰霊の日について何か学んだこととか、今後またね、戦後70周年の今年ですけど、何か思いはありますか、陽平。その多分もう体験した人が、うん、戦争のことを語り継ぐのが、うん、10年の節目で、多分今年がだいたい最後ら辺だと思うから、そうだね、戦争体験者の方がね、こういった話ができるというのはもう少なくなってきてるからね、うん、うん、なってきてるから、どう思う、ちゃんと聞いた方がいい、うん、さあそうだね、もう言えの言う通りだ、そうだね、そういったのはまたどんどん伝えていかないといけないというのは自分たちの役目でもありますが、さあじゃあヒロトね、ここのコーナーからヒロトも入ってもらってますけど、はい、ヒロトはちょうど先週の金曜日に舞台を終えてきたわけで、はい、戦後70周年ということで、そのテーマにどういったのを行ってきたか、ヒロトの方から報告お願いできますか。はい、戦後70周年平和記念プログラムとして、うん、嘉手納高校で舞台校長先生から、嘉手納高校の前校長先生からお願いがあって舞台をしてきました。そうだね、ちょうど文化センターという1000名約1000名入るね、大きな舞台で、こういう機会をもらったんですけれど、すごくいい体験ができましたね。はい、うん、でそこでもまたひろと君も主役で演じたわけですけど、はい、どうでした、実際そういう、平和をテーマに、思いを伝えた舞台で、実際中高生の嘉手納高校の生徒が、うん、同じ同世代のメンバーがこう自分の舞台を見てて、うん、その反応であったり、どういった思いが伝わったと思いますか。やっぱり同世代に向けてこう、うん、演技するのは初めてだったので、うん、すごいなんていうんですか、親近感というか湧いたし、うん、目の前にすぐそばに生徒が座ってたんですけど、目の前にね、はい、うんうん、涙してたり、一緒に歌ってくれたりとか、うん、すごい見渡してみて寝る人がいなかったですね。特にね、学校のこう平和講座って、うん、結構なんていうかな、こう集中してというか、こう、なんていうのかな、ハッピーに聞く人ってのはもちろんいないと思うんだよね、うん、すごいそういう悲惨さであったり、そう思いを聞くのに、やはりまだその世代がわからない子どもたちっていうのは、これがつまらないという子どもたちもいたり、寝るっていうね、すごくその辺が歯がゆさも感じるんですが、今回は全くいなかったということなんですね、うん、なるほど、うん、そういう思いを一人でも多くの人にこう伝えるっていうのはすごく大事なことで、今度ね、また23日のすごく大切な日となっておりますので、リサの皆さんもぜひ、だこう気づいた人が周りに伝えていくということを一緒にやっていけたらなと思っております。はい、はい、ではでは、ひろとくんもね、先週頑張りまして、また小田美佐子さんね、はい、素晴らしい、また美佐子さんの力も借りて、
素晴らしい舞台ができました。今度また8月の23日の日曜日に、はい、今度はまた別でのこの文化協会のこちら二大センターの方でですね、下靴場青年部として今回舞台の方にまた、関わる機会があるんですけれども、またぜひラジオを聴いている皆さんもね、お時間お機会があればぜひ見に来ていただきたいと思います。ということで報告とね告知も兼ねてのお話でした。はい、では、ここから、うちのニュースのコーナーということで、今日のニュースはですね、全盲ももくのですね高校1年生の、この子水戸屋さん堂々と歌三振を披露、地方夢見て奮闘中というこの記事をですね英語で、お伝えしていきたいと思います。ではヨヘ英語ですとタイトルはどのようになりますか？ Blind student Mitoya chases her dream to be a sunshine singer. Okay, so the please okay, じゃあお願いします。 Please pick up today's the なんていうかな very important sentenceThe first vocabulary,vocabulary is blind. Is blind. Okay, blind. 最初の言葉は blind. What mean blind? これで盲目のとか目が不自由な。Blind. Okay, 盲目の目が不自由な。と次が fascinated. Fascinated. はい、fascinated. これで魅了された。魅了された。うん。もう一度お願いします。Fascinated.Fascinated. Fascinated. はい、ここで魅了されたという言葉なんですね。3番目が enthusiast。enthusiast。enthusiast。Yes. Okay. Enthusiast。はい、これで。熱中している人。熱中している人。うん。だから。Enthusiasm っていうのが、熱心っていう単語が、の、これは人なんだよね。うん。うん、熱中している人。って。OK。4番目が plucking。待ってよ、先ほどのは、待ってよ。enthusiastic。enthusiastic?、うん、enthusiast。enthusiastic で熱中だよね。あ、熱狂的なとかか、あれは。あ、OK、はい。もう一度お願いしますよ。はい、enthusiast。OK、はい。じゃあ、ヒルト。はい、行ってみよう。enthusiast。うん、ちょっと発音が難しいね。難しいですね。into じゃあ、スペル言ってみようへ。enthusiast。Okay, one more time. 頑張れ。enthusiast。はい、enthusiast。これで、熱中していると。でいる人なわけですね。Okay, はい、じゃあ次行きましょう。4番目が plucking。plucking。plucking。これで弦を弾いている、弦を弾くことね、うん、三振の弦を弾くこと。5番で最後が receding。 receding、うん、OK、 はい、receding。 What mean receding? 何々に住む、うん、住んでいる。例えば residing、 residing、 そうそうそう、 okay, residing ね、 excuse me、 はい、residing、 東京で東京に住んでいるとかってなりますね、 residingOK、 じゃあ以上5つの単語を、着目して文章の方いきましょう。では陽平が英語で僕が日本語の方行きたいと思います。では陽平準備はいいですか？はい、はい、じゃあタイトルからお願いします。 Blind student Mitoya chases her dream to be a sunshine singer。 OK、 はい、じゃあ全盲の高校1年生ミトヤさんが堂々歌三振、地方夢見て奮闘中と。今日は僕の代わりにじゃあヒロト君に日本語訳をお願いしようかな。はい、じゃあそれぞれね、じゃあヨヘイピリオドで区切りながらヒロト君にバトンタッチしてください。はい、じゃあお願いします。 Here we go。 A 15-year-old blind high school student fascinated by Ryukyuan traditional music is taking steps toward her dream of becoming a sunshine singer of Ryukyuanダンス in Okinawa。 琉球古典音楽に魅了された全盲の高校1年生ミトヤミスズさん15歳が沖縄で琉部の地方になることを目指し奮闘している。 In Tokyo, ミスズミトヤ met a graduate of the
Okinawa Prefectural University of Art, who now teaches her sanshin at an annual Okinawan event held near Mitoya's home in the capital. 自宅近くで毎年開かれている沖縄のイベントで、偶然出会った県立芸術大学の卒業生に師事し、練習を重ねてきた。She is overcoming the challenges of being a blind person and improving her skills in 歌三線 or 三線 for songs. 目が見えないハンディを乗り越え、歌三線に磨きをかけている。Her sanshin dream is coming true and she aims to study at the Okinawa Prefectural University of Arts as well as pass the Ryukyu Classical Performing Arts Contest. 三線への思いは日々増して、県立芸大への入学を目指し、琉球古典芸能コンクールでは新人賞にも挑戦する。Mitoya encountered sanshin for the first time3 years ago with her father, Atsushi, and mother, Michiko, who are Okinawa enthusiasts. Okinawa enthusiasts. はい。お父さんの Atsushi さんとお母さんの Michiko さんが沖縄好きというみすゞさんが三線に出会ったのは3年ほど前。They were at the sanshin workshop held for visitors at the Okinawa Mensore Festa held at Ikebukuro Sunshine City, Toshima District in Tokyo. 豊島区東池袋のサンシャインシティで開かれている沖縄メンソーレフェスタでの三線体験だった。She used to learn the piano, but she said she could not play so well. それまではずっとピアノを習っていたが、あまり上達しなかった。With sanshin as well, she was almost giving up on learning it at the beginning. 三線も最初ほとんど弾けずに諦めかけていたという。However, she started picking up the finger plucking slowly.だが目が見えないながらも指先の感覚を研ぎ澄ましていくうちに少しずつ弾けるようになった。She also started to like Ryukyuan classical music such as Kagiya de Fu and Binuchi Bushi as she could feel the Ryukyuan story. Yeah, history. 琉球の歴史を感じられるという理由から Kagiya de Fu、Henoki Bushi など琉球古典音楽が好きになった。She reached a turning point in her journey last year. 去年、転機があった。Graduates of the Okinawa Prefecture University of Arts who were performing at the Mensore Festa found Mitoya humming Ryukyuan folk song and let her perform with them on stage.メンソーレフェスタの三線ライブで琉球民謡を口ずさんでいたみすゞさんを出演していた芸大卒業生らが見つけてステージに上がるよう促し飛び入りで共演。 Since then she was improved her 歌三線 skills dramatically through lessons with the graduate residing in Tokyo. その後は都内に住む芸大卒業生から歌三線の指導を受けめきめきと上達していった。 This year she officially performed on stage at the Mensore Festa with other graduates. 今年は芸大卒業生と一緒にメンソーレフェスタで正式にステージに上がった。 On June 6th she performed Asatoya Yuntan on stage with the other performers. 6日のステージでは芸大卒業生らと Asatoya Yuntan を演奏。 She also performedBashofu by herself and her commanding performance amazed the audience who would not have been able to tell that Mitoya was blind if they had not been told. ソロモになって、Bashofuを披露しました。説明がなければ盲目、全盲とはわからない堂々とした演奏で来場者を沸かせた。Mitoya aims to study at the Okinawa Prefectural University of Arts to further her sanshin training
training and she will also enter the Requiem Classical Performing Arts Contest in August. みすずさんはさらに本格的に三線を学ぼうと県立芸大入学を目指し、8月には琉球古典芸能コンクールで三線の新人賞を狙う。 39-year-old Kazuyuki Nashiro from Onna Village, who performed with Mitoya at the Mensore Festa, said she has improved since last year. It doesn't matter whether a music partitioner is blind or not. Mensore Festa に一緒に出演したナシロ、Kazuyuki さん、39歳は、去年より上達している。音楽は目が見えないのは関係ないと期待する。Mitoya, who has traveled to Okinawa many times with her parents, says of her passion, I like the ocean, the breeze, the people of Okinawa and Sanshin. I want to study Ryukyu classical music and become a singer of Ryukyuan dance in the future. 両親と何度も旅行で沖縄を訪れているみすずさん。海と風と沖縄の人と三線が好き。将来は琉球古典音楽を勉強して琉部の地方になりたいと夢を語った。OK、はい、ヒロとヨヘありがとうございました。で、今の記事を読んでヒロトとヨヘはどう思いますか？すごい。What do you think?すごいですね。自分も半年かかって弾ける朝と言ったわ。Yes、難しいって言ってましたけど、また彼女はですね、この水戸屋さんは、She's from 東京、ね、メインランね、うん、東京だよね、な沖縄だけど、その違うね、多文化をこう学び、そこに魅了されて、自分はいつか地方をしたいと夢を持つんですね。わ、すごい。確かに目が見えなくて手の感覚だけで研ぎ澄まされて弾くという、それこそ本当にね、もうプロがね成し遂げる技なんですけれど、すごいですね。それで等身同意が聞けたらすごい。すごいね。OK、はい、ということでの、水戸屋さんの記事でした。皆さんぜひね、琉球新報何月何日になってるかな、この記事は、6月9日です。9日ですね、の記事で、行ってますので、記載されてますのでぜひご覧ください。それではそのままコーナーをまたいで次のコーナーに行きたいと思います。では続いてデイリーカンバセーションのコーナーです。今日はですね、ちょ画像ではなくそのまま、読んでですね、ヨヘと2人でちょっと行っていきたいんです。もうヒロトにもちょっとかかっていきたいと思います。はい、Today's the Daily Conversation's theme is What were you doing for Father's Day? で、あなたは父の日に何をしましたかということでの質問をぜひリスナーの皆さんにも聞いてみたいと思います。ちなみにヒロトは What were you doing for Father's Day?はい、Nothing? いいやってよ、ちゃんと、はい、家に帰って、うん、自分は料理は作ってないんですけど、うん、兄弟がディナー作って、お、ディナー作って、おで、自分はちょっとですけどケーキあげて、お父さんに、ああ、素晴らしい、ちゃんとお父さんをね、喜んでました。OK、 よかったです。じゃ今からじゃデイリーカンバセーションの中でじゃあヨヘイの聞いていきたいと思いますので、ではそのままヨヘが英語で読んだヨヘは日本語でいきましょうか。はいはい。で、じゃあ僕も英語で読んだ日本語でいきたいと思います。で、その後に英語のみで行くときには英語ではじゃあヨヘと僕でもう一回いきましょうね。はい、じゃあ単語の方はヒロトとヨヘでじゃあ進めていってください。はい、で今日 5つの単語がありますね。フレーズは Today's word and phrases are The first is Father's DayFather's Day。 はい、Father's Day で父の日、はい、父の日ですね。はい、と Second one is Son。 Son、 これで息子、息子、はい、次が What did you get him? What did you get him? これでお父さんに何を買ったの。4つ目が That's great。 That's great。 これでそれいいね。で、5番目が Did your dad was happy? Did your dad was happy? これであなたのお父さんは喜んでいたです。うん、はい。これぜひね、終わった後に
日常の会話というか友達の中でもこの話はできますね。ぜひ使ってみてください。では行きましょう。じゃあ陽平が、僕が A だですね。陽平が今日は B で行きましょう。では陽平準備はいいかな。 OK OK Are you ready? OK では行きます。 Here we go、はい、Did you get your dad anything for Father's Day? はい、あ、待ってよ。じゃあ日本語で行きましょうね。はい、じゃあ陽平に、父の日はお父さんに何か買った？ Of course I did. What kind of son do you think I am? もちろん買ったよ。どんな息子だと思ってるの？ I was just asking. いや、ただ聞いただけだよ。So what did you get him? それで何を買ったの？ピリオドで陽平区切っていこう。うん、はい。I didn't buy anything. 僕は何も買ってないよ。But I did massage to my dad. でもその代わりにお父さんに肩をマッサージしてあげたよ。Oh, that's great. それいいね。Yes, well, what did you get yours? うん、そうだけど、それじゃあ、君は何を買った？買ったの？ OK、I bought a towel and cap. 私はタオルと帽子をプレゼントしたよ。Did your dad was happy? お父さん喜んでた？ Yes, yes, 喜んでた。What about our listeners? それではリスナーの皆さんはどうでしょうか？ What were you doing for Father's Day? それでは、リスナーの皆さんはお父の日何をしましたか？はい、ということでのデイリーコンバセーションの中で、はい、いくつかこのフレーズを使っていきましたが、はい、ではじゃ次英語のみでいきましょうか。はい、ではいきます。Did you get your dad anything for Father's Day? Of course I did. What kind of son do you think I am? I was just asking. So what did you get him? I didn't buy anything, but I did massage to my dad. That's great. Well, what did you get yours? I wore a towel and cap. Did your dad was happy? Yes. What about our listeners? What were you doing for Father's Day? はい、ということで、父の日の、What were you doing for Father's Day? Today's 10でしたけれども、はい、ちなみに、明日はまた慰霊の日ということで、平和をテーマにしたのが来週ですね、お伝えいたします。はい、皆さんは、父の日何をしましたでしょうか。はい、また明日はですね、何をする予定でしょうかね、What are you going to do for How do you say 慰霊の日は何て言うかな。慰霊の日、イースターもあるイーAlright, じゃあこれはちょっと調べてみましょう。調べて、あ、エンディングまでにね、ちょっと慰霊の日、How do you say 慰霊の日、エンディング、うん、考えてみましょうね。はい、これなんていうのかな、慰霊の日、直訳は多分ないよね。うん、そうですね。漢字さえ違ければ。さあ、何でしょうか。うん、まあちょっと調べてみましょう。OK、はい、ではですね、最後の曲はですね、この曲でお別れしたいんですが、皆さんも聞いたことある2006年、ちょうど今から6年、6、7年前の曲なんですが、はい、これはですね、ちょうどピンクさんっていうね、歌手が歌っている、この曲なんですが、まあ、面白いですよ。タイトルが There My President 大統領様へという、まあ、あの当時はブッシュ大統領への、まあ、ちょっと陳列な皮肉も込めたオープンレターみたいな感じの歌なんですけれども、歌をまあ手紙に感じて自分の思いを綴った曲で、あの時イラク戦争がですね、やって苦しめられている全ての人々の心の声を代弁した名曲だと、言われている曲なんですが、はい、ね、戦争がある中で、その人、子供たちのことを考えて、あなたは寝れますかと、うん、一人の人として私とちょっと散歩でもして、くれないですかと、対等なね、一人の人間として話したいことがありますという、そういった冒頭での歌から始まりますが、この曲をちょっと最後ですね、聞いて皆さんとも一緒にいろいろ考える機会になればなと思っております。はい、では、今日のデイリーコンバセーションは、これまでです。それでは、はい、エンディングの時間となりましたけれども、はい、では、はい、ではですね、慰霊の日、いくつかこの説明の仕方があるんですが、70th、
まあ、今日はね、今回70周年ということなので、70th anniversary of battles バトルね、バトルね、沖縄、うん、慰霊の日、こういった日にちなんでる、まあ、アニバーサリーでもありますよというふうに、伝える言い方があったり、まあ、historic battle of 沖縄 anniversary とかね、うん、こういった形で、慰霊の日というのは説明できるんじゃないでしょうか。また、今年は70周年でもありますので、70th anniversary of battle of 沖縄とかね、こういう形で慰霊の日を、説明できるかと思います。はい、ということではですね、それにまた、ちなんだ戦後70周年のですね、ちなんだイベントがありますので、そこちらの方を地域情報でお伝えしたいと思います。沖縄美術プロジェクトスディールというですね、こちらはイベントがいくつかありまして、近いイベントだと6月22日今日から26日金曜日まで、今週までですね、ウグイプロジェクトと名付けまして、県議会棟のロビーの方で、こちら、ウグイ肖像ですね、こちらの方の展示の方があるそうです。県議会棟ロビーの方で行われます。そしてまた28日日曜日までは沖縄県平和記念資料館の方でマブイピースプロジェクトということで、こちらの方でも展示が行われております。はい、そして同じく平和記念公園内で多目的テラス広場の方でも、こちらは公園が沖縄県平和記念財団となっておりますが、作家のさまざまな方々の協力のもと、こちらの方も展示会が行われておりますので、ぜひご覧ください。またシンポジウムの方が6月28日の日曜日の午後2時より沖縄県平和記念資料館ホールの方で、日曜日の午後2時より行われます。はい、以上ですね。またそれぞれまたあるんですが、これまた期限がありますので来週お伝えしたいと思います。あ、そしてシンポジウムも浦添の方でもありますね。浦添市美術館ロビーの方で6月27日に、土曜日午後2時よりシンポジウムの方が、こちら行われるそうです。はい、ということで、お伝え地域情報でした。そしてでこちらはまた別ですが、琉球交響楽団と PES の略かな、はい、団体の方のコラボで、こちら私たちお世話になっております、川崎恵子さんの、からのいただいた情報なんですが、7月1日の水曜日にですね、こちら午前公演と午後公演2つあるんですが、午前公演の方が0歳児からのコンサートと、面白いですね、打楽器のパーカッションですね、アンサンブルコンサートの方が行われます。7月の1日水曜日です。午前中の方が会場11時で、開演が11時30分から12時半の1時間、午後公演が、6時半の会場で、開演が7時から8時半となっております。はい、こちらは子供が午前の部は子供無料で大人が500円、午後が大人1000円、高校生以下が500円となっております。場所の方は浦添市の手高ホールとなっております。はい、気になるお問い合わせ先なんですけれども、こちらの方は事務局まで 090-9783-7645、090-9783-7645 となっております。はい、よろしくお願いいたします。それでは、今日のスキルアップデジログラジオスポンサーさんの紹介です。今日のスキルアップデジログラジオは、有限会社ケイテル沖縄、ソフトバンクネーブル嘉手納店、中野町店、株式会社メガネ2番早原店、 au ショップネーブル嘉手納店、茶炭美浜店、有限会社丸内重機、寿司海産物石松、朝日建設株式会社、サロンドモア美容室、学校法人知性学園琉球リハビリテーションの提供、 FM ニライト沖縄ハンズオン NPO の協力でお送りしました。はい、でですね、ここ1曲ちょっとお送りしたかったんですが、それで追加でちょっと情報の方がございますので、そちらの方をちょっと優先させていただきたいと思いますので、曲の方なんですが、ピンクさんの、はい、Dear、 こちらは大統領に向けてのね、 Dear Mr. Presidentの、この曲の方は
ね、日本語訳の方もちょっと説明しつつ、来週のちょっとオープニングで、ね、曲の方を紹介させていただきたいと思います。ではこちらで一つ情報なんですが、はい、こちらアーリーラーナーズインターナショナルスクールの方で、実は今日からですねサマーキャンプの方が行われているということで、日本人のお子様向けに英語の学童保育を開始しますという、また、アリラナさんの取り組みもあります。で、この時間の月曜日から金曜日まで午後3時から5時の間、はい、行われているそうで、そういった子どもたちも含め、今回このサマーキャンプの方を実施しているということですので、ぜひ皆さんサマーキャンプ途中からでも参加できるということですので、気になる方は、お問い合わせ先をお伝えいたします。 098-957-2421 957-2421 となっております。はい、ぜひアーリーラーナーズインターナショナルスクール、夏休みだけでの参加もできるということですので、6月22日から行っているそうです。それではまた来週お会いしましょう。それでは See you next week! バイバイ。バイバイ。